男は追い求めていた。究極の生命を。そして彼は禁断の領域へと足を踏み入れる。2080年。お前ら俺に何をしたんだ。突如人類に突きつけられた脅威。何なんだこいつは。人間でも機械でもない存在。人間と見分けのつかんロボットなど人類の脅威でしかない。ホロー・チルドレン。こんなロボットを作り出せる人間はただ一人です。浮かび上がる一人の天才科学者。天田ヨウジ。すでに相当数人間社会に紛れ込んでいるかと。奴らは大統領命令になりすましコンプラン0988を発動。北半球の 60% が消滅することになる。ラストクルーの派遣を要請する。人類の未来を託された精鋭。ラストクルーを。奴らを足止めする。ガンガン撃ちまくれ。しつけがなってねえな。ただもう一度だけ聞かせて。頭を冷やせ。正面から撃ち込まないと。こっからじゃ無理だね。私にお任せろ。目的は二つだ。ホローチルドレンの開発データ回収と天田洋二の身柄確保だ。追っ始めようぜ。人類の存亡をかけた戦いが始まる。あなたがダメ。私はユキ。あんたらラストクルーか。無駄な抵抗はよせ。武器を捨てろ。そしてこれは何なんだ。天田の技術は世界の50年先を言ってる。激闘の果てにたどり着いた。天田洋二だな。驚愕の真実。すでにロボットたちの進化は止めようがなく、ロボットと人類はその境界を失う。だからこそ彼らは恐れたんだ。人間を超えるロボットの誕生。全世界を巻き込む。禁断のバトルロワイヤル。やってみなくちゃわからないわ。龍が如くスタジオが送る渾身の一作。この手で蹴りをつける。魂を揺さぶるドラマティックアクション。バイナリードメイン。2月16日発売。